こんにちは、朝5時です。曇っています。今朝の気温はだいたい20度、普通に戻ったみたいですね。グラジョーラスピンクレディです。タイタンビカスはまだ綺麗に開いていません。クレオメは今日も、水滴がたくさんついてますね。ユーコミスの主、カマキリのユーコちゃんですが、ちょっとピンボケになってしまいました。おや、逆さまですね。ユーコミスのユーコちゃん2匹いたみたいです。この前も2匹いたのかな。ユーコちゃんにちょっと出てきてもらいました。オスかメスか未だにわからないんですが、この時は1匹しかいなくなっていました。10時になっても曇っていて暗いです。もみじあおいの赤いのが咲きましたが、今日はもみじあおいの数が少ないですね。もみじあおいは一日花です。昨日咲いた秋明菊ダイアナです。秋明菊は中国原産なんですが、ジャパニーズアネモネとも言われています。こちらのドリーミングスワン、秋明菊に近いですね。カノコガがいました。早朝にも撮影したグラジオラスピンクレディ、ずいぶん開いたような気がします。ヘメロカリスステラデオロ、今日は一輪だけです。これは七かまどですね。寒さで枯れたと思ったくす玉咲き水芙蓉に、多分一文字せせりだと思います。このつぶらな瞳が今話題になっています。ガルビネアスイートラブ、たくさん雨粒がついてますね。これはガルビネアマジェスティックライトピンクです。マジェスティックバーガンディ、花びらの数がとても多いですね。オダマキの葉っぱに雨粒がたくさんついています。なかなかうまく転がせないんですけども、綺麗ですよね。こっちの葉っぱにも綺麗な水玉です。ここからはデジカメで撮影しています。三尺バーベナに、これはツマグロヒョウモンのオスですね。ちょっと羽が傷んでいるようです。これはツマグロヒョウモンのメスなんですが、色がだいぶ薄くなっていて、羽もかなり傷んでいます。このヒメアカタテハは、元気そうですね。大きさはツマグロヒョウモンよりはかなり小さいです。宿根ヒメヒマワリに、これはモンキチョウのメスだと思います。時々モンシロチョウが飛んでいるのが見えるでしょうか。チョウチョウを観察しているとチョウチョ同士の喧嘩がよく見られますね。このモンキチョウは動じないようです。三尺バーベナにツマグロヒョウモンのオスが2匹いましたね。あ、1匹になりました。こちらはまたヒメアカタテハです。ちょっと風が出てきましたね。丸尾です。今日も首筋に水道の水を当てています。3倍速でちょっと見てくださいね。なんでこんなことをしているのか本当に不思議です。今日で8月も終わりですね。見慣れない箱があるととりあえず入ってみる丸尾です。8月とは思えないような涼しい日が多かった、この夏ですね。明日からはいよいよ9月。9月といえばもう秋本番だと思いますが、天候不順が続いていてどうなるのかちょっと心配ですね。今日はこの辺で、バイバイにゃー。